い、結果物創業を展開しております合同会社おもてなし人の新名社です。本日はですね、弊社の試し体験に来ていただいた、A さんのですね、インタビューを何回かに分けてお送りします。 A さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、 A さん、若き女性なのでイニシャルトークということなんですけど、年齢はいくつでしょうか。20歳です。20歳、20歳、はい、今年成人式。今年成人式です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ですね、前職もしくは現職をお願いいたします。前職がアパレル業で接客業をしていました。アパレル接客業。はい。どんなとこで接客したんですか。お店ですよね。お店ですね。例えばショッピングモールみたいなところですかね。そうですね、ショッピングモールで仕事をしていました。ショッピングモールで接客業、どのぐらい、2年ぐらいですか。2年間ぐらいですね。そうですよね、多分高校卒業してからですもんね、はい、そうですね。2年間接客業、はい、はい、接客業は楽しかったですか。楽しかったです。楽しかった、はい、なるほど、はい、ということで A さんのインタビューはまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。